ブンブンハロウィン。こんにちは、サラです。今回は夏のブルーメイクをやっていきたいと思います。もう暑いんでね、爽やかにブルーを取り入れていこうぜということで、早速やっていきましょう。どうぞ。まずメイベリンのウルトラカバークッション BB を使っていきます。ぶっちゃけ青いコスメ以外は何でもいいこれはね、ちょうど昨日買ったので試しにね使っていきたいと思います。 SPF50+PA3+。 あ、なんか思ったよりカバー力があった。でメイベリンってもうちょっと安いと思ってたら2400円しました。これそして結構ツヤツヤタイプですね。コンシーラーはケイトのテックコンシーラーを使っていきます。これ最近なんとなく買ったんですけど、思いのほか使いやすかった。あの資生堂のやつの方がカバー力はあるんですけど、直接塗れるから手汚れないし、なかなかカバー力もあるしで、ちょっと舐めてた。こんな感じ。はい。でなんか顔中が結構ペトペトするので、このマジュマジュのアミレットベールっていうパウダーを使っていきます。はい。でシェーディングを塗っていきます。はい。でハイライトは MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュのソフトフロストを使っていきます。偏光ブルーのめっちゃ可愛いハイライターです。あ、こちらをこの C ゾーンのあたりに軽く入れます。まず様子見でちょっと入れます。足りなそうだったら最後の仕上げに追加するとちょうど良くなります。あとこの鼻の付け根にも軽く入れます。で眉毛はボビーブラウンのアイブロウペンシルを使っていきます。でこのペンシルなんですけど、ウォータープルーフ仕様なので眉毛が落ちやすい人とかいいと思う。で反対側にブラシがついてるので、これでぼかします。で反対側も同じように描きます。そしてリンメルのプロフェッショナル 3D ブローマスカラ使っていきます。でこれめちゃくちゃ繊維が入ってるので、眉毛が薄い人におすすめ。眉毛がねちょっと立体的になる気がするはい。そしてスックのデザイニングカラーアイズ9番を使っていきます。まずこちらのブルーを全体的に塗っていきます。そしてこちらのグレーのカラーを塗っていきます。そして二重幅あたりにこの一番濃いカラーをのせます。まぶたの中心と目頭にこのキラキラを入れていきます。はい。そしてアイライナーを引いていきます。ビセのカラーインパクトリキッドライナーのネイビーを使います。色味はこんな感じです。まあパッと見目尻だけに入れたら黒かなみたいな。
イヴ・サンローランのカラーマスカラを使っていきます。こちらは繊維なしになってます。さっきのビセのアイライナーより明るめのブルーですね。でイヴ・サンローランってマスカラまでこんないい匂いするんだなっていう爽やかな香りがする。つけるとわかんないけどね。私下まつげハゲなんですけど結構伸びます。もうちょっとなんか太さが欲しいとかであれば黒のマスカラを塗って乾かしてからこれを塗った方が多分もうちょっと主張はしてくれると思う。でチークもスックのピュアカラーブラッシュ6番を使っていきます。これ本当に塗りやすくて、まあ、ブラシもそうなんですけど色もね調節がしやすいし、パウダーチークの中で一番好き。ディオールのリップタトゥー661ナチュラルレッドを使っていきます。で最後に MAC のなんだっけグランドイリュージョンリキッドリップカラールーナーモジュールを使っていきます。もうこれはほんと可愛い。その辺のブルーグロスとは一味違う。こういう偏光ブルーでめっちゃ細かいラメがたくさん入ってます。このブルーグロスが結構ね青みが強いのとしっとりしてるので、下に重ねるリップカラーはさっきのディオールみたいに、まあ、ティントタイプかマット寄りのリップ塗るとワントーン暗くなって青みが強くなるので、まあ、明るめの赤とかの方がいいと思う。最初から青みピンクを塗るともう本当に青み青みピンクになるので、まあ、赤とかコーラルぐらいでちょうどいいかもしれない。でこのグロスの使い心地なんですけど、めちゃくちゃディオールのマキシマイザーに似てて、香りもほんのりバニラの香りだし、塗るとね結構スースーする。私 MAC の口紅とかは結構バニラ臭強くてあんまり好きじゃないんですけど、そこまで匂わないし、つけ心地もすごいいいのでこれは好きです。はい、これでメイク完成です。でこちらなんですけど、オリバーピープルズっていうブランドなんか知らないやつを買いました。このねなんていうのこの付け根付け根の部分が普通プラスチックなんですけど金属製になってて可愛い。こんなキメキメにメイクしたのはいいんですけど、私膀胱炎になりまして病院の方へね行っていきたいと思います。尿検査してくるということで、チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。